はい、どうもどうも。なんかね、私、ほら、今週の火曜日ぐらいの夜からかな、ウーバーイーツ、ガクッと単価が下がったんですけど、自転車大丈夫かなと思ったんですよ。バイクがこんなだから、自転車100円とか200円なんじゃないのかなとか思ってたんですよ、ちらっとね。したら、バイクは2、3割、単価が下がってるんですけど、東京はね。東京の自転車は逆に2、3割上がってるらしい、単価がね。で、なんか、東京のトップ自転車の結果、収益が爆増したっていうふうに書いてましたね。自転車単価が。いや、てかね、今までね、ウーバーイーツね、自転車を殺しに来てましたから、自転車をマジで殺しに来てたから、ウーバーイーツ自転車でやっちゃいけない状態、廃止な状態まで持ってってたんで、まあ、しょうがないよねってとこかな。バイクが減って、自転車が。まあでも、それでもまだバイクの方が高いような気がするけど、格差が是正されつつあるみたいなね。今まではね、もう、暗に自転車での配達をほぼ禁止してたから、ウーバー。自転車で配達しないでねっていうような報酬だったからね。で、たださ、バイクの圧倒的に多い、9割ぐらいバイクで自転車1割ぐらいしかいないと思うんですけど、もうちょいいるかな。だから、全体的には減ってるよ。バイク減った金額の方が、自転車に上げた金額より多いんで、差額はウーバーにプールされてますけどね。で、なんか、バイクから自転車に変えるんじゃ、みたいな人もいますけど、疲れますよ。疲れる。自転車漕ぐから。だってさ、そもそもさ、ウーバーイーツやるときってさ、まあ、モチベーションが必要じゃん。お金のモチベーションだけどさ、でもさ、なんか外に出るのがめんどくさいとかさ、そういうのあんじゃん。ウーバーイーツで配達するのめんどくさい、寒いし、かったるいし、暑いし、みたいな話になるじゃん。自転車で昔やってましたけど、疲れるから嫌だってなって、配達したくないってなっちゃうんですよ。自転車ってね。疲れる、体が、足が疲れるから。肉体労働だからね。で、それで、働きたくなくなっちゃうんですよ。で、あとね、自転車の方はね、維持費が安いって言うけど、全然そんなことないです。バイクも全然お金かかんないし、むしろ自転車の方がお金かかる。食費とかドリンクとかかかるから。私は自転車でやってた時、一気配達することに、レッドブル飲んでとか、一気配達することにレッドブル飲みながら配達しましたから、レッドブル代よりガソリン代の方が全然安いですよ。ガソリン代なんてね、まあ私があんまりガチ勢じゃないからなんですけど、1ヶ月1万円いかないですよ。ガソリン代。8000円とかです。で、バイクも安いし、バイクなんてね、2ヶ月に一遍エンジンオイル入れ替えるだけで大丈夫ですから。タイヤは半年ぐらいかな。私なんかもう去年の4月から駆動系のリストアしようと思ってたんですけど、そのまま今まで来てます。一昨年の11月ぐらいに買って、タイヤを2回変えたぐらいかな。あとあれか。ハンドルを自分で壊したとか、そういうのあります。全然バイクお金かかんないです。まあ、かけようと思えばね、いくらでもかけれると思いますけど、全然 お金かかんないと思う。自転車の方がね、下手るしね。だってさ、高い自転車のさ、タイヤの交換代とかさ、あとさ、ね、特急便さんなんかほら、自転車何台も乗り潰してるじゃん。だから結構かかる。原付の方が安い。原付の方が安いとは言わないですけど、どっちもどっちだと思います。だから自転車が安くてバイクが高いっていうのは私はないと思いますし、どうなんでしょうね。たださ、実際問題、自転車の方が件数が稼げると思うんで、それで自転車ので単価が上がるのは稼げるようになるなとは思いますけどね。またぎはしんね。またぎはどうなんでしょうね、今後ね。なくなるのか。なくなる方向なのか何なのか分かんないですけど。あと、あれか、件数か。まあ、なんかさ、単価下がったからさ、やる気なくなってるじゃん。今週、私やる気ないんですけど。だってこの単価安いからさ。でも、今日もね、昨日は1時からで、今日は12時何分台だから。今日なんかやけになるなと思ったら、まだ1時になったばっかなんだと思って、なりましたけど。まあ、いくらだったかの件。400円ぐらいでね。単価400円いかなかったかな。2000円いかないぐらい。普段私今までは2500円とか、いいと3000円とかでしたからね。やっぱ確実に収益は減ってますよ。今までだって計算がさ、1件500円だったじゃん。もうそれ成り立たないもんね。今日なんか400円割っちゃってるけど、まあでも大体100円下がった感じですね。500円から400円になった感じですね。まあでも近いけどね。めっちゃ近かった。2キロい。今日やったのほとんど2キロ未満ぐらいだったけど、今日はね、ショートばっかだったんで、だけど、まあ楽っちゃ楽だけど、まあ楽っちゃ楽っていうか、まあピックアップしたりドロップしたりするのも疲れるよね。まあドロップは置き配があるからいいんだけど、ピックアップはさ、置きピックとかないじゃん。本当、全部ロッカーだったらいいんだけど、そういうわけでもないので、ピックアップうぜえみたいな。特に昼とかだとさ、今日の大戸屋とか、レジとか並んでっからさ、うぜえみたいな感じになってくるんですけど。でもまあ、ぶっちゃけ、件数こなすしかない、件数をこなせば、なんとかなるかな、みたいな感じかな。100円下がって。私今までだから1日12件ぐらいやってたけど、まあこれを16件にすれば、なんとかなるかなと。今まで、件やって1万円目指してたのが、20件やって7000円ぐらい。
だから私の場合はまだね、その件数増やせばいいだけだし、あとその、そのね、その稼働時間増やせってわけじゃなくて、その件数がこなしやすくなってるから、まあ、微妙かなってとこなんですけど、ただガチ勢は影響はありますよね。その目指せ月100万とかいう人は、まあ、ちょっと難しくなるかなみたいな。だから、ガチ勢には効く。ガチ勢はもう転職を考えるしかないじゃん。で、な私ぐらいだったら別に考えなくてもいいかな。考えなくてもいいっていうか、あんま気にしないで、気にしすぎないで、普通にやってれば、なんか安いけど、まあね、400円。で、またギガあるから、まあ500円にはなるかな、みたいな感じで。あ、まあだからあとは、ダブルはやんないよね。ダブルはやんないっていうか、だってね、ズズリとか100円とか200円でなるけどさ、そんな安く。今までなんでやった逆にやってたんだろうなっていうのは、まあ、件数が欲しかったりとか、まあ、もともとが、ほら、ベースが高いから、ある程度さ、受けても、まあ、いっか、みたいな感じで取ってたけど、もう そんなやる気りない。もともと300いくらなのに、それをダブルとかにやったら、ね、みたいな感じなんで、もう、2件持ちはする気はほとんどないですね。件数が必要ならあれですけど、件数はだってさ、普段で稼げるようになっちゃったから、ダブルもトリプルもやる必要ありましてとこですかね。まああとは1000円なり、ダブル2000円、トリプル3000円とか、まあそういうのをロマンで追い求めてるっていうのもありかもしれないですよね。だって1日5件、5000円目指すんだったらね、1000円5本やればいいわけでしょ。10何件やるのか 5件やるのかだったら、まあ多少遠くても5件だったらいいかなみたいなところありますからね。はい、そんなところで、自転車が復権、ウーバーイーツともしでした。